はい、万歳。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 この心の準備っていうのが十分にないままちょっとこっちに来た感じがあるんですが、本当に皆様とおかげさまでございます。特に今回の選挙はまず県議団、超党派の県議団の皆さん方、地域政党、それから民主党、それから無所属の皆さん方、まさに連合艦隊っていう、これは及川篤県議が言った名称を名付けたんですけども、連合艦隊っていうのを作っていただきまして、本当に力強いご支援をいただきました。で、合わせて OB 団、県議の OB 団、今回は選定本部長佐々木一さんで、一恵さんでございましたけども、県議の OB 団、本当にこの連合艦隊と合わせて力強いご支援をいただきました。本当に皆さん方のお力でもって仕事の場所を作っていただきました。あとは私が選挙の中で訴えた復興最優先、改革も全力投入したい、そのことをしっかりやっていきたいというふうに思いますし、今回の選挙を通じて、今まで本当にお付き合いのなかった、面識もなかった方々と、たくさんの方々との絆ができました。この絆はですね、しっかり大事にしながら、これから国政に臨んでいきたいというふうに思います。